いらっしゃいませ。本日は秋葉原エリアの数あるカードゲームショップの中からカードラボ秋葉原ラジオ会館本店にご来店いただき誠にありがとうございます。てっ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 てて、よいしょ、やっほー。こんにちは、小原の部屋へようこそ。小原好みです。はい、今日はちょっと動画のテイストが違いまして、いつもだったらなんかみたいな感じでいるんですけれども、今回はカードラボさんにお世話になることになりまして、ナレーションのお仕事をやらせていただくことになりました。なのでこれから原稿を読もうと思うんですけど、このカメラが入るということでより緊張感が増しますが、頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。こう雰囲気なんですけども、3月度の方はこう結構この1点でしか流れないので、すごいこうやっぱりこうコアなファンがこう聞きに来るっていう形になるので、こうなんかもう本当にナレーションをしっかり読むというよりはこう明るく元気に読んでいただければと思っております。はい、で4月度の方の放送はもう一応全点で流れるっていうことなので、まあ、しっかりこうナレーター前とした形で読んでいただけると嬉しいです。はい、自由に変えていただいて問題ないので、はい、読みやすいように読んでいただければと思います。はい、で頭にブロックが終わりましたら、おすすめポイントというところでカードラボ様の、売りポイントをどんどんご紹介いただく流れとなります。はい、カードの買い取りもカードラボにお任せ。はい、はい、でカードゲーム専門店だからこそできる、でここなんですけど、スピード査定&効果買い取りを実現。スピード査定&効果買い取り、そうです、効果買い取りを実現。おすすめポイントその4、お買い物後、お買い物後は対戦で盛り上がろう、あとでお願いします。はい、お買い物後は対戦で盛り上がろう。こっち出してる時にかしこまって喋ってないんですよ。皆さんこんにちは、買い物楽しんでますか、寒いっすねとかって言ってるからそれでやったらすごく耳障り。全然いいと思います。3月度の方は全然それで大丈夫です。本当お店で流れるって、小原さんのファンが聞きに来るので、むしろその方がこの感じなんだって多分思ってもらえると思います。カードラボさんは一応今までも全然そんな感じで問題なかった。ちなみにどんな方が今まで、男性女性問わず。あ、そうなんですね。はい、いろんな方に呼んでいただいてます。カードラボラジオ会館本編、カードラボ史上最大となる圧倒的なシングルカード在庫と充実。小原さん、できればセットフォンの着用で大丈夫そうですか。あ、つけてた方がいい。つけてた方が多分音がしっかり聞こえるかな。うん、そうしますね。大丈夫です。こちらの声聞こえますか。はい。あ、ありがとうございます。何口かちょっと喋っていただいてもいいですか。おはようございます。小原好みです。あ、大丈夫そうです。はい、あ、よかったです。ありがとうございます。あと今回撮るときなんですけど、はい、あのブロックごとにちょっと撮らせていただこうかな。もちろんです。その方がありがたいです。ですよね、ありがとうございます。で、もしこう噛んじゃったりした場合も、そのまま一旦、一呼吸置いていただいて、読み続けていただいて全然大丈夫なので。はい、ありがとうございます。はい、なので、読みやすいようにいただければと思います。すいません。これも回ってるの？回ってます。回ってる。はい。置いといていい？大丈夫です。あ、ういっす。なんでいつもだったらちゃんとやってきんだけどな。なんで緊張してんだろ、こんなに。これも取られてるのか。お待たせしました。はい。はい。では、早速収録を始めていきたいと思います。お願いいたします。お願いします。では、その前に一旦お声のチェックをさせていただきたいので、はい、頭から、2ブロック目の好みがバッチリお伝えしますよまでいただいてもよろしいですか。わかりました。テストいただければと思います。はい。では、お願いします。いらっしゃいませ。本日は秋葉原エリアの数あるカードゲームショップの中から、カードラボ秋葉原ラジオ会館本店にご来店いただき、誠にありがとうございます。今月のカードラボナビゲーターを担当します。声優の小原好みです。3月になり、長かった冬の寒さから解放されて、ようやく春の陽気を感じるようになってきましたね。とは言っても、季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆さんも体調管理には十分気をつけてカードゲームを楽しんでください。皆さんのカードゲーム熱を満足できるショップとして、カードラボ秋葉原ラジオ会館本店では、スタッフ一同、皆さんのご来店を心よりお待ちしています。
そんなカードラボ秋葉原ラジオ会館本店のおすすめポイントや魅力を時間の許す限り小原好美がバッチリお伝えしますよ。ありがとうございます。バッチリで読み方などもすごく良かったので、このまま本番いただければと思います。はい、カードゲーム、そうです、はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ、早速本番の方撮っていきます。では、本番の方撮っていきます。どうですか、雑談しててください。では、この2ブロック撮っていきます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。本日は秋葉原エリアの数あるカードゲームショップの中からカードラボ秋葉原ラジオ会館本店にご来店いただき誠にありがとうございます。今月のカードラボナビゲーターを担当します、声優の小原好美です。3月になり、長かった冬の寒さから解放されて、ようやく春の陽気を感じるようになってきましたね。とは言っても季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆さんも体調管理には十分気をつけてカードゲームを楽しんでください。皆さんのカードゲーム熱を満足できるショップとして、カードラボ秋葉原ラジオ会館本店ではスタッフ一同皆さんのご来店を心よりお待ちしています。そんなカードラボ秋葉原ラジオ会館本店のおすすめポイントや、もう一回いきます。そんなカードラボ秋葉原ラジオ会館本店のおすすめポイントや魅力を時間の許す限り小原好美がバッチリとお伝えしますよ。オッケーです、ありがとうございます。バッチリでした。おすすめポイントその1取っていきたいと思います。はい、はい、では取っていきます。はい、お願いします。おすすめポイントその1、カードを買うならカードラボ秋葉原ラジオ会館本店。カードラボ史上最大となる圧倒的なシングルカード在庫と充実のラインナップで皆さんをお出迎え、ショーケースに展示してあるカードの状態も確認してから購入できるので安心してお買い求めください。ありがとうございます。ちょっと確認しますね。はい、ちょっと早いです？いや、そんなことはないとは思うんですが、どうしようかな。そしたらじゃあもう気持ちゆっくりめでちょっと丸っと撮ってもいいですか？やってみますね。はい、ありがとうございます。おすすめポイントその1、カードを買うならカードラボ秋葉原ラジオ会館本店。カードラボ史上最大となる圧倒的なシングルカード在庫と充実のラインナップで皆さんをお出迎え、ショーケースに展示してあるカードの状態も確認してから購入できるので安心してお買い求めください。 OK です、ありがとうございます。はい、では続いてその2いきたいと思います。では撮っていきます。はい、お願いします。おすすめポイントその2、カードの買い取りもカードラボにお任せ。カードゲーム専門店だからこそできるスピード査定&効果買い取りを実現。キャラクタースリーブやプレイマットなどのカードゲームサプライもバッチリ査定して買い取りします。大事なカードの買い取りもカードラボなら安心ですね。OK です、ありがとうございます。はい、では続いて、その3ですね。でその3ちょっとすみません、2ページにわたるのでちょっと読みづらいと思いますが、少々お待ちください。はい、ほい、ほい、ではその3取っていきたいと思います。お願いします。お願いします。でカードラボポイントカードはワンワードでお願いします。はい、頑張ります。はい、おすすめポイントその3、買っても売ってもポイントが貯まるカードラボポイントカード。もう一回いきます。カードラボポイントカード、おすすめポイントその3、買っても売ってもポイントが貯まるカードラボポイントカードはただいま会員募集中。さらにポイントはなんと、その日のお会計から加算されるので、まだ持ってないよという方はレジでスタッフにお問い合わせください。いかがでしょうか。大丈夫です、ありがとうございます。バッチリでした、ありがとうございます。では続いて他にもからいきたいと思います。はい、他にも買取の時に面倒な承諾書の記入が不要になるカードラボアプリの配信や、クレジットカードはもちろん交通系 IC カードや二次元バーコードなど、様々なキャッシュレス決済が可能に。
今後も皆さんがカードラボを利用したくなるサービス拡大を予定しています。はい、では、仲間とあれからライバル等から3行いただきます。お願いします。仲間と親子でライバルと、気軽に楽しめるカードゲームショップカードラボ秋葉原ラジオ会館本店。それでは引き続きお買い物や対戦をお時間の許す限りお楽しみくださいね。ありがとうございます。はい。ごめんなさい。今月のカードラボナビゲーターを担当しましたのは、最近掃除機を購入して超ご機嫌な声優の小原好美でした。またね。バイバーイ。大丈夫です。ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。じゃあ3月度以上となります。ありがとうございました。いらっしゃいませ。本日はカードラボにご来店いただき、誠にありがとうございます。今月のカードラボナビゲーターを担当します。声優の小原好美です。4月は、新入学や進学、就職や新生活といった、新しい生活環境のスタートということもあり、カードゲームでも新しい作品の発売や、新シリーズがスタートするなど、時期的にも新しいことの話題にこと書かない時期ですよね。カードラボのおすすめポイントをお時間の許す限り、私小原好美が全力でお伝えさせていただきます。おすすめポイントその1。カードを買うならカードラボ。欲しかった商品もきっと見つかりますよ。はい。おすすめポイントその2。カードの買い取りもカードラボにお任せ。大事なカードの買い取りもカードラボなら安心ですね。あ、最後の一行もう一回いきます。大事なカードの買い取りもカードラボなら安心ですね。お願いします。おすすめポイントその3。買っても売ってもポイントが貯まるカードラボポイントカードはただいま会員募集中。ポイントはなんとその日のお会計から加算されるので、まだお持ちでない方はレジにてスタッフまでお問い合わせくださいね。はい、すいません。わかりました。もう一回やった方がいいですかね。うん、もちろんです。はい、お願いします。全国のカードラボ店舗でご利用できるポイントカードは、無料ですぐに入会できますよ。レジにてスタッフまでお問い合わせくださいね。楽しんじゃいましょうまででいいんですか？はい、わかりました。お願いします。おすすめポイントその4。お買い物後は対戦で盛り上がろう。ゆったり遊べる店内対戦スペースでは、各種カードゲームの公認大会の開催はもちろん、当店だけの限定大会やオリジナルイベントなど、ほぼ毎日開催中。さあ、自慢のデッキを持って対戦を楽しんじゃいましょう。はい。はい。さあ、自慢のデッキを持って対戦を楽しんじゃいましょう。ほい。デッキ。他にも、クレジットカードはもちろん、交通系 IC カードや二次元バーコードなど、様々なキャッシュレス決済が可能に。今後もいろいろなサービス拡大を予定しているカードラボ。新着情報は公式ホームページや SNS などをこまめにチェックしてみてくださいね。もう一回4つやってもいいですか？ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。すいません。はい。お願いします。他にも、クレジットカードはもちろん、交通系 IC カードや二次元バーコードなど、様々なキャッシュレス決済が可能に。今後もいろいろなサービス拡大を予定しているカードラボ。新着情報は公式ホームページや SNS などをこまめにチェックしてみてくださいね。はい、はい、お願いします。仲間と親子でライバルと、気軽に楽しめるカードゲームショップカードラボ。それでは引き続きお買い物や対戦をお楽しみください。今月のカードラボナビゲーターを務めましたのは、
新年度は気持ちを新たに、体でも鍛えようかなと思っている声優の小原好美でした。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。4月度の放送も以上となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。では、中に色紙を持って入るので、はい、色紙の記入とその場でお写真いただきたいと思います。はい。噛みまくっているでしょう。ありがとうございました。ここに頭のところにカードラボ様へと書いていただいて、でここの2行目のこの米印があるところは、まあ、自由にちょっと記入いただければなと思ってまして、例えばカードラボにご来店ありがとうございますとか、カードゲーム楽しんでくださいだったりとか、お客様に向けたメッセージでこう何か言いたいことだったりこう投げかけたいことがあればって感じです。はい、なければ全然このままでも問題。わかりました。はい、真ん中に大きくサインをいただいて、はい、右下に今日も日付を、ね、はい、いただければと思います。かしこまりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。はい、お願いいたします。じゃあこれをね、ちょっとお写真を何枚かいただきたいので。わかりました。はい、せっかくなのでここのスタジオで2枚。あ、わかりました。いきます。3、2、1。じゃあもう1枚ちょっといただければと思います。いきます。3、2、1。ありがとうございます。はい。このような形で。はい。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。いただきます。はい。続いて、もう一枚、今度は4月度の方をいただきたいので、どうしようかな、なんか番組でこう映したいものとか、なんか番組っぽいものとかあります？特になければ。番組っぽいものを、ちょっとじゃあ、ぬいぐるみ。ああ、ぬいぐるみですね、確かに。冬いいんですか？はい。はい、と思います。いきます。じゃあ、3、2、1。ありがとうございます。こちら2枚いただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。では、カードラボの取り物系以上となります。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったら番組のぬいぐるみなんですけど、はい、差し上げます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということで無事にナレーションの収録が終わりまして、まああんまりこういうお仕事している姿はお見せすることはないのかな。多分この小原の部屋だと朗読のパートだったりでなんか音声収録してる部分があったりすると思うんですけど、ムーンの会員さんになるとあれですよ、 NG パートが見れたりするんです、実は。はい、まあいいんですけど、そんなことは。なのでお仕事してるのを見ていただくのはなかなかないので、より緊張感があったんですが頑張りました。あとはそうですね、お仕事でより、まあ、ナレーションなのでここはより聞いてほしいワードだったりっていう部分はなんかちゃんとお伝えできるようにその言葉を立たせて読まなきゃっていうのは意識していたんですが、どうなることやらって感じでした。今日の噛み具合はいつもに比べていかがでしたか？マシマシです。安心して、店内では噛み噛みでは流れない。でもこれでもしかしたらメイキングが流れるかもしれない。やめろやめろ。台本とかがキャラクターみたいなのがなかったと思うんですけど、そういう時ってなんか意識してることとか自分らしさみたいなどういう風に出してるとかってありますか？まあでもああいう文章、ナレーションなので文章としてくるので聞き取りやすい発声にはなりますね。なんかスイッチしなきゃとか、なんかそういうかっこよくなんかこうかしこまってるんじゃなくて、なんかやっぱどうしてもマイクがあって原稿があるとそういう喉になるのかっていうのはあるのかな。あとはね、お店の名前だったりこういうキャンペーンをやってますとか、なんかそういう名刺がやっぱりあるのでそこはちゃんと聞こえるように、なんか、まあ、店内のアナウンスだったりするんで自然とこう買い物してもハッてこう
聞いてもらえるようにしなきゃなっていう意識はあるかもしれないですね。貴重な現場お邪魔しました。意外と真面目にやってますよ。はい、ということで、いや、この番組あれだね、またなんか別の仕事があったら来るのかな、ついてくんのかな、来なくていいからね、バイバイありがとうございました。